この藤井は対松浦、去年11打数4安打3打点あるんでしょうかね、まあ、投げる方にしましたらね、ホームランの心配はちょっとこのグラウンドでは減るんじゃないですかね。広いグラウンドのグリーンスタジアム神戸、落ちる球に、まあ、バットを当てたが、おっと落とした。今の変化球も相当キレがありましたし ね見逃せばボールかなという非常にいいボールですよね。6番西峰、今日は試合前から非常に明るい感じで話をしてくれました。しかも松浦投手とは4月13日ドームでスリーランホームラン。いい当たり、一塁三塁、ナイスランニングを見せました藤井。さあ高橋が打席に向かいますが、昨日の逆転スリーランホームランがこの人、ウィンタースのツーランホームランを追いかけまして、2回の裏芝草投手から放ちました。このところこの人が鈴木さんよく当たってるんですね。そうですね、それもね、いいピッチャーからみんな打ってますよ。野茂から打ったりね、かなりいいピッチャーからエース級から打ってますね。その高橋投手をそれではどうバッテリーが攻めるか、配球図で見てみたいと思います。やはりね、入ってくるのは私アウトコースからだと思うんですがね、こういう長距離バッターに対してはね、まず上ではね、なんとか内野ゴロを打たせたいですね。そうなると思うんですが、もう一球アウトコースじゃないですかね。変化球、それもキャッチャー外寄り、インコース。バッターの高橋は4本ホームランを放っております。5本のうちソロホームラン1本だけ、あとの4本はいずれもランナーを追い込む。もう痛い目に遭う危険は十分にありますよ。甘くなるという可能性がありますね。キャッチャー打ち、これアウトコースの外の、何とも言いますけど、今ストレートで空振りしましたから、アウトコースの変化球になるんじゃないですかね。インコース気味の、まあ、速いボール、そういうボールをね、おそらく要求していいんじゃないですかね。あれ、あそこね、途中から起用されまして、ランナーを置いてのセンター前タイムリーヒットを放って、初めて打点がつきましたと本人喜んでおりました。カーブ、三塁ランナータッチアップ、スタート、1点先取、オリックスブルーウェーブ2回の裏。それから他の3球、田中の第1号は4月7日藤井寺近鉄戦、野茂投手からの先頭バッターホームランでした。ショートゴロ、あらかじめ左をというバウンドが、スピードの変化、いいコースです。見逃し、大島に対してはね、ウィンターズですね、これ難しいですね。この、完全にもちょっと甘いヒヤッとした変化球をね、ライトへ打たせてますのでね、ライトフライに、おそらく打ち変化球っていうのはよほど厳しいところないと怖いですね。バッテリーの気持ちだと思うんですよね。ランナースタート、ちょっとそれた、三塁へ、1点のチャンスとなりました。3回表のファイターズ、4番ウィンターズ、緩い球、ただあれは打ちに来てね、ファールになるんですよね。だからやっぱりこうなってきますと、後ろの変化球つなぐも今このカウントでは怖いですね。だからやっぱりどうしても外になるんじゃないですかね。低め外れました。30歳右から左の強い風になりました。で、ね、あとはね、ボール球でいいと思うんですよね。ストライクからボールになるやつで、まともにストライクゾーンの中で勝負したらいかんと思うんです。右ピッチャーから2本、ズバーッとインコース行っても面白いですかね。
外のスライダー、ちょっと左寄りだったショート、調子のいい時ばかりありませんので、やっぱり調子の自分が良くないなと思う時はやっぱり慎重さがね必要ですね。ご覧のように時折雲の間からまた太陽が顔を覗かせて、ヘルメットがキラッと輝きます。セーフティーバーの意識しての放送がありましただったんですがね。そうですよ、私のオリックスって打つチームだというイメージがありますよね。それが、はい、それが